スノーマン佐久間大介、実写映画単独初出演。マッチングアプリで出会った女性に執拗に付きまとう、狂気のストーカー、演じる。スノーマンの佐久間大介が、土屋太鳳主演の、マッチング、に出演することが決定。佐久間は、今回が実写映画単独初出演となる。本作は、日本アカデミー賞9部門受賞に輝いた代表作、ミッドナイトスワン、20年、をはじめ、公開待機作、探偵マリコの生涯で一番悲惨な日、など、国内外問わず高い評価を得る内田英二が監督、脚本。様々な映画、ドラマで活躍する土屋太鳳を主演を務める、マッチングアプリによって増えた、出会いの裏に仕掛けられた、罠の恐怖を完全オリジナルで描く、新感覚サスペンススリラー。今回、出演が決定した佐久間は、人気グループスノーマンのメンバー全員で主演を務めた実写映画、おそ松さん、22年、が観客動員数110万人&興行収入15億円突破の大ヒットを記録。